こんばんは、岩田敦です。今日取り上げてみたいのはですね、この発言なんですね。GoTo キャンペーン、GoTo トラベルとかですね、あります。ちょっと変な英語だなというふうには思うんですけれどもね、GoTo トラベルなんて言い方しませんから、おかしいとは思うんですけれども、一応そういうキャンペーンやってるということについて、で、まずあります。一方においてですね、昨日の段階で東京都で過去最高の感染者が出たということ、新規のですね出たという発表がありました。で、全国的にも新規の感染者がですね2000名を超えたということで、問題になっております。で、これはですね、で難しい問題だなというふうに前から思ってるんですけど、まずですね、今日取り上げてみたい言葉を ご紹介させていただきたいと思います。日本医師会の会長さんがですね、こういうふうにおっしゃってました。この GoTo キャンペーンがですね、あったことによって、で、この今回の新規の患者数がですね増えているんだと、この中国発の流行り病のですね増えているということを言っていて、こんなこと言ってます。エビデンスがなかなかはっきりしないが、きっかけになったことは間違いないというふうにおっしゃってます。私はね、これね、言わんとすることは分からなくもないんですけれども、これはねちょっとねまずい発言だというふうに思います。なぜかというとですね、犯人は誰ですかと言った時に、エビデンスはなかなかはっきりしないが、この人であることは間違いないと、この人がきっかけになったことは間違いないというようなことを言ったら、これ冤罪ですよね。つまりエビデンスがなかなかはっきりしないが間違いない。確かに難しいです。なんで難しいかって言ったらですね、その GoTo キャンペーンをやった状態とやらない状態で、でやらない状態だったら何人で、やったから何人だっていうのがはっきりすれば因果関係はっきりしてますから、これはやったからこれだけ増えたんだって言えるけど、やらなかったらっていうのはあくまで理論上の数字でしかないわけでして、だからやったから増えたっていうこの因果をですね、出すことっていうのは確かに難しいと私も思います。しかしですね、だとしたならば言い方としてですね、エビデンスがなかなかはっきりしないがきっかけになったのではないかとかですね、きっかけになった可能性はあるとかですね、こういう言い方にしないと間違いないっていう言い方は、私はねこれはやめた方がいいと思いますね。で、エビデンスがなかなかはっきりしないが間違いないっていうこと、この使い方を許してしまうとですね、何でもできてしまうということなんですね。例えばですね、よく左派リベラルが言うですね、安倍政権はファシストだとか、ファシズムだとかですね、菅政権はファシズムだとかなんか言った時に、どうしてですかって、いや、エビデンスはなかなかはっきりしないが、そうであるのは間違いないというふうに言うと、なんか、そうだっけと、エビデンスはないけど間違いないってこと世の中にあんのとこういうことになってしまうので、私はこれエビデンスがない以上ですね、エビデンスがないと、エビデンス証拠ですよね、でこれがない以上ですね、そうなのではないかぐらいに留めておくのがやっぱり日本語として正確な使い方だろうというふうに思います。よく日本語はですね正確な言葉ではないとか、英語に比べていい加減だとかっていうことを言いますけど、それは言ってる人がいい加減なんでして、日本語でもですね正確を期すことはできると私は思います。で、それを正確に喋ってない人がいるっていうことをもってですね、日本語は曖昧だとかいう言い方っていうのはこれはおかしいだろうと思います。ですからここの言い方は、私はこれは今回のですねこの方の言わんとすることは分からなくもないんです。しかもお医者さんの立場であったならこういうことを言いたくなると気持ちも分かる。しかしですね、この表現はまず第一にあまりよろしくないということを申し上げた。それからもう一つ、このGoTo キャンペーンをやりながらですね、その感染者の数を抑えろっていうのは両方矛盾したこと言うんじゃないというご批判があります。で、それはね確かにその通りなんです。でもね、この場合ですね、あまりにも守備一貫してしまうと恐ろしいことになります。例えばですね、2つの問題をこれ同時にやらなくちゃいけなくて、しかもその2つがですね、それぞれですねやっぱ反対の方向を向いてるわけです。で、それどういうことかと言ったらですね、例えばもう一方においてですよ、その新規感染者をとにかく減らすんだということをやったらですね、全国で外出禁止令を出せばいいわけですよ。で、全国で外出禁止令を出してとにかく動くなと、家の中から一歩も出るなというふうに言う。で、これ多分ですね、医学的な見地でその医学っていうものの目標を、この新規感染者数をですね、とにかくゼロに抑え込むんだということを目的にしたならば、
それは間違っていないというふうに思うんですね。要するに科学的に間違っていないと思うんですよ。それはどういうことかといったらですね、出なければ交流しないんだから、人と人とが会うことなくて全部オンラインでやれと、で買い物も行くなと、で買い物も全部ですね誰かが配れと、でしかもそのもう超武装して、武装っていう言い方がしですね、限界態勢を敷いてですね、でその中で配っていくということをやっていけばですね、それはおそらくですね抑え込みっていうことには成功するでしょう。ヨーロッパの方がそっちの方に比較的舵を切ってるのはですね、なかなか歯止めがかからないからそっちに、の方向に行ってもう店で買い物できないとかですね、そういうふうに今もう一回なってきているということです。でただですね、医学的に正しいものが政治的に正しいかというと、これまた違った問題ですね。政治っていうのは複合的な問題で、じゃあもう一方において何があるかって言ったら、やっぱり人間はですね、こう経済的な生き物でもあって、生物学的に生きていればそれだけで生きてられるかというとそうではなくてですね、例えばまあやっとこの病気を生き延びたよというふうになって、全部会社がなくなって、貯金もなくて何もなく、何もかもなくなっていて借金だけ残ったというふうに大変なことになっちゃうと、少しは働かせてくれよと、こういう人がいるっていうの、これも分かります。で借金だけ残ったならまだいいにしてもですね、もう首回んないというような状態になっちゃったらどうするんだということになってくる。そうするとやっぱり一方においてはですね、経済っていうものを重視しなくちゃいけない。で経済っていうのはどういうふうに動くかっていうのは、これは当たり前のことですけれども、人が動くことによってですね、生まれるっていうのがやっぱり一番大きいわけですよね。例えばスーパーに買い物に行く、家の中でオンラインだったら本当は欲しいものしか買わないかもしれないけど、スーパーに行ったらですね、あこれ安いから買ってみようかとか、あそろそろこういう季節になったからこんなものを買おうかとかですね、まあ購買意欲を刺激されるということもあります。であるいは旅行に行って、普段使わないですねお金を使って、ちょっと贅沢な気分になってみるとか、そういうこともあっていいわけです。これも人間らしい、一つなわけですね。とにかく長生きしたいっていうのもある種人間らしいかもしれないけれども、このなんか楽しく生きたいっていうのもやっぱり人間としての思いなわけでして、でその経済っていうものは、これはですね、医学的な正しさからしたら経済というのはバカバカしいっていうふうに見えるかもしれないです。生きてなきゃ意味ないんだからっていうこと、これは言えるでしょう。でも例えばじゃあ逆に経済に全部舵を切った場合どうなるかって言ったらですね、経済が回ることはもう全部バカバカしいというふうになって、例えばブラジルなんかはそういう感じでやったわけですよね。で私はね、これどちらが正しいっていうふうに言い切れないと思います。でどちらも正しいんだというふうに思います。で正しいものと正しいものがあった時にですね、そこをどういうふうにバランスを取るか、これが政治なんだというふうに思います。要するに経済的に正しければもう医学的なものなんか全部捨てちまえとか、医学的に正しければ経済的なのかものか全部知らないよという正義をですね、どちらかに一つに決めてしまって、で残りのものはもう関係ないというふうにやるんじゃなくて、あくまでバランスを取るっていうのが政治的な正義なんですよね。でこの政治的な正義っていうのはだから曖昧に見えるんですよ。すごくなんかぬるいと、常に批判をされなくちゃいけない。なぜかといったら政治っていうのはバランスだから。でバランスを取るっていうことはですね、どちらの立場からしても生ぬるく見えるわけですよね。でもこの生ぬるさこそが政治的な、私はこの結構正しさに近いというふうに思っておりまして、でこれがね、なかなか理解されないんだろうというふうに思います。一方においては、なんだお前はと、走りながら敵に向かって走りながら逃げ出すなんてできるわけないだろうというふうに言われるわけですけど、それをやらなくちゃいけない状況だということなんですよね。だからこの一方においては経済の対策はやらなくちゃいけない、でもう一方においてはそれはもちろんですね、医学的見地からやらなくちゃいけない。でどちらを重視するか、これはできると思いますね。どちらを重視するか、でもどちらかを捨てろはね、これはね、私はやるべきではないというふうに思います。ですから医学的なものの方をですね、それはもちろんですね、亡くなる方を最小限に抑えるための努力っていうのはこれはやり続けなくちゃいけないし、新規感染者も少ない方がいいでしょう。しかしですね、その一方において、じゃあそのためには全部思い切った政策で経済全部止めちゃえというのは、これはやりすぎなんだというふうに思いますね。じゃああなただったらどうするのというふうに私に聞かれたとしたら、やっぱり同じようなことを考えるというふうに思います。でそのためにやっぱり政治っていうのはですね、このなんていうのかな、全体を見る必要があるんですよね。だから片やこの経済を重視する人がいて、片や医学を重視する人がいる。でその中で両方を取って、でそれが非常に
片っぽから見たら片っぽの方が愚かしく見えるということをやり続けなくちゃいけないというふうに思います。ところがですね、私今見てるとマスメディアのですね報道の仕方を見てると、昨日たまたまねつけたテレビではすごかったですね。医者が権力に対して忖度して、本来であるならばやめろと主張すべき GoTo キャンペーンをやめろと言えないようなね圧力がかかってるというような言い方で、本来のね医師としての仕事を果たせというような主張をしてます。いや、なんでマスコミがそんな偉そうなことを言うのかなというふうに思いましたね。まずはね、なんでそのお医者さんだってですね、まあもちろん医師としての立場がある一方ね、人間としてですね、その経済活動だとかそういったものだってね大事だってこと分かってるわけです。例えばお医者さんの中でですね、タバコは体に悪いよということを頭で分かりながらですね、タバコ吸ってる人だっているわけですよね。で、別にそれを犯罪だということはできないですよね。まあ同じようにですね、これなんかは特にですね、経済について介入することによって自分の一方的な医者としての、ね、意見だけで言うことによって経済的な困窮に人のことを追いやることがあってはいけないと思うから慎重な言葉遣いをするっていうのは、私はね責任ある立場の人だったらそうあって叱るべきだと思いますし、経済の人は逆にね、医学なんか関係ないんだというふうに言って、そんな何人亡くなったってそんな関係ないと、日本経済が全部死んだら関係ないだろうというようなことを言ったら暴論ですよね。だからやっぱお互いその暴論をね言うのやめた方がいいだろうというふうに思うんですが、なんかね煽るんですよ、マスメディアを聞いてると。で、それはなぜかというとね、どうもね聞いてると権力に忖度してるだろうと、まあ、この形を作りたいわけですよ。学術会議もなんか権力に忖度してこう自分たちの言いたいことが言えない雰囲気になってきました。いや、そういう雰囲気がありますっていうのを作り出したいだけだろうと。で、一番物を言いたいこと言ってるのはあんたたちじゃないかというふうに私は思うんですよね。マスメディアほど物を好き勝手なこと言ってる人いないですよ。もう本当にね、一時期自宅にいろっていう時にですね、寄せばいいのに昼のテレビなんかねつけてね見ると、もう血圧がね、私ね血圧こう見えてもそんなに血圧高くないんですよ。血圧普通正常値ぐらいなんですけどね、もうね昼の番組見るとね、エビデンスはありませんけどね、おそらくですね血圧が800になったのは間違いないと、こういうふうに言いたいぐらいですね頭にくるんですよ。なんでかっていうとですね、そろそろ気が緩んじゃってますかね、皆さんもうちょっと頑張ってくださいね、頑張っていただきましたからねと、頑張るとか気が緩んだとかね、お前に何言われる筋合いがあるんだということをね本当に頭にきましたね。しかも君たちはね、そのテレビ局まで行ってるじゃないかと、人になんか気が緩んでるだとか外出るなって、外行かずにじゃあお前はその地下道かなんかから来たんかいというふうにね、言いたく、誰にも会わずにね地下道かなんかからこのすっと来たのかとかね言いたくなりますが、そんなできるわけない。自分たち外出てですね、テレビ局行ってるのに人にはですね外出るなって、何を言ってんだこの人たち、通勤もするな何もするなと言ってるわけです。で、マスクは必ずつけましょうと。で、キャストたちつけてないじゃないですか、マスター、人につけろつけろって言っておいて自分でつけてない、わけが分かんないですよ。こんなに偉そうな、ね、連中何なんだと。私はね、この方の発言は不正確だと思うけど、言わんとすることは分かる。だから、その一人でもですね、お亡くなりになる方が少なくなってほしいっていう医学的な見地も分かる、経済学的な見地も分かる。ただし、わけが分からんのは、いくら報道の自由があるからとはいえですね、国民に上から目線で物を言ったりですね、医者がなんか医者としての役割を果たしてないみたいなねことをね、なんか平然と言ったりするマスメディア、これはねちょっと許しがたいなというふうに思ってますね。だから、あなたたちって一体何なんですか、特に思いましたよ私。家の中にねいなくちゃいけませんよって言ってね、でそのテレビ番組でね終わったら何やってるか、次旅番組と、ちょっと待ってくれよと、出るなって言っといて、この外行く番組流してどうすんだとかですね、でここで美味しいもの食べましたとかですね、お前出るなって言っといて、お前それ流すとかおかしいじゃないかとかね、論理的に考えてみたら変なことばっかやってるんですよね。だから私はですね、この政治っていうのは本当に両方の正義っていうものをこう見ながら、両方っていうか複数あるわけです。正義は必ず一つではないわけですね、政治が取り扱う正義っていうのは。で、その正義の中でバランスを取りながら、こう
懸命に一歩一歩歩いていくことだというふうに思ってますから、日本政府がやってること、私はいつも雇用学者とかっていうふうにね言われるんですけれども、私はこれ日本の政府がですね片っぽの方に急激にね肩入れしなくて、両方から生ぬるいというふうに思われているこの状況っていうのは、私は賢明な立場であって、少しでもですね新規感染者が減らすように考慮しながら経済を回す工夫っていうものをやっていくと、こういうこの姿勢でを保つしかないと思いますね。経済を殺していいなんていう議論にはならないし、むしろ 逆にです、それは逆に経済だけ生きてれば新規感染者や死者がですねどんどん増えても構わない、この議論も暴論だというふうに思います。両方をこう本当に難しいですよ。だって逆の方向を向いてるわけですから。でも逆の方向を向いてる2つをですねそれぞれ慎重に一歩ずつ進めていくしか私はこの答えはないし、そうやってしかですねこの病気とですね対峙していく方法はないというふうに思います。明日にでもこれがはい終わりましたというふうにならないわけですから、この賢くこれゆっくり付き合っていくしかないというふうに考えております。今後もこの番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですねこの番組を続けていくに際してご支援を賜られる方は、下記の振込口座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。こんにちは、岩田篤です。今日はですねちょっとですねお願いというか、新しいですね制度をこう導入させていただくということで、皆様にお願いを申し上げたいと思います。それは私もあまりよく知らなかったんですけれども、YouTube にはこのメンバーシップという制度がございまして、でこの月にですねいくらかずつですねサポートいただくと、この動画をですね続けていくに際してご支援を賜れるというシステムがあるということを聞いてですね、これをぜひこのやってみようというふうに思いました。でまあ3つですね作りました。でサポーター、マスター、グランドマスターということで、これそれぞれ、あるんですけれども、まずですねその前に、確認しなくてはいけないのは、私がこの動画岩田篤チャンネルというのを作っているのは、何もですねその金銭的に、この収益を得ることを第一の目的としているわけではなくて、やはりですねテレビや新聞がしっかりと伝えていない情報や、あるいはですね政治哲学のものの見方とかですね、外交の例えば中国や北朝鮮の背景にある思想とは何かとか、アメリカ大統領選の本質は何だとか、そういったですねテレビやマスコミで言わないですねことをきちんと国民にお訴えしたいというところが第一にあります。ですから今後ですねこのシステムを導入したからといって、その何もですねそのこの、このメンバーシップに参加していない方に不利益があるかといったら、不利益は全くないということをまず申し上げておきたいと思います。ですからこれはですねあくまでお志をいただくと、この番組頑張って続けろよという意味でこのシステムを導入させていただきました。でまあ、ただですね、ある程度高額のご支援を賜れる方に関して言うならば、月に1本以上ですね、1本か、講演をやると、あるいは、どこかで私今ですね本当にちょっとこの中国発のこの流行り病のせいで講演会がこう滞ってしまってるんですけれども、大体私はですねこの病さえなければ月に何回か講演してるんですよ。でその講演の模様を無料でこう配信、もちろん相手のご許可いただいた上でですけどね、をできたらなというふうに考えております。でさらにですねこのグランドマスターという方々においてはですね、まあできればですね、まあ、実際にお会いしてでお食事会とかですねそういったものを開く形で、まあ、御礼申し上げたいというふうに思っております。ですからまあこの全くですねこの金銭的にねその自分も見るだけでいいんだと、これはもう全く結構な話でございまして、見ていただけるだけでありがたい。でその見ていただいた内容を、ぜひですね近くの方に、こう教えてあげていただきたいなというふうに思います。例えば本当の国内の政治のものの見方とかですね、歴史 この例えば豊臣秀吉が奴隷解放でですねやっていたとか、まあ、いろんなことあると思いますけれども、学校や
テレビで教えないことで、そういったことをですね、周りの方にこうちょっとした時にですねお話しいただくだけでも私はありがたいというふうに思ってますし、日本はそれでですね少しでも日本人としての誇りを取り戻せるということになれば、私はこれがまず第一に喜ばしいことだというふうに思っております。でこの番組を続けていくに際してですね、本当にいろいろ機材を買ったりですね、コンピューターもですね結構壊れたりですね、マイクを買ったりですね、そういった細々としたものがですね、結構お金かかってきますので、そういったものにですねご支援を賜られる方はぜひですねこのメンバーシップに入っていただいて、でこの番組の継続をですね共に支えていただけたらなという趣旨でございます。ぜひですねこの経済的に余裕のある方はですねご支援のほどをですねこういう形でしていただけたら大変ありがたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。